今ですね、オーストリアのハルシュタットにいます。ハルシュタットですね。で、今ハルシュタットの湖を眺めながらですね、写真を撮ったりをしてるんですよね。今ちょっと疲れたんでベンチ休んでます。素晴らしいですね、この景色はね。初めてここの景色写真で見た時ですね、どこのこれ国のどこの地域かわからなかったんですけど、で、それを写真持ってた、ね、人に聞くとですね、これはオーストリアのハルシュタットということで、ぜひともここ行ってみたくなってですね、来てみました。で、湖、こんな感じなんですよね。で、本日2012年の7月の1日、いつの間にか7月になっちゃったんですけどね、5月の8日からヨーロッパ来てヨーロッパを周遊してるんですけどね、山のこれだけの景色のところを来るのは多分今回の旅では初めてですね。すごいですね、ここのところに町が開けてですね、湖とその山の間のところですね。で、かなり安いんですけどね、32、3度あるんで、ちょっと湖で泳ぎたいんですけど、水着持ってくるの忘れちゃってちょっと泳げないんですけど、でもパンツ一丁で泳いだらね、やばいんでね、水着売ってたら水着買ってちょっと入ろうかなと思ってます。ただ一人で来てるんでね、財布とか入れてる、それを荷物誰が管理してくれるかって話なんで、なかなかちょっとできないですけど、近場でちょっと泳ぐぐらいならできるかな。いいですね、こういうベンチなんかもあるんで、ここで休んで景色を眺めたりすることもできます。いいですね、このボートで漕いだりもしてるんでね。日帰りでもザルツブルクから日帰りでも行くことできるんですよね。でもホテルとかも結構あるんで、ホテル泊まったりしてゆっくり滞在するってことをお勧めします。自分は日帰りで帰っちゃうんですけどね。